相場解説の方になりますけども、16時を過ぎましたんで、えー、一定の結果が出ました。えっ、ー、と、ブレイクして、えー、行ったのは、私の予想通りだったんですけども、私は上にブレイクすると思ったのがせずにですね、下の方にブレイクしましたね。こんな感じでね。えー、で、また今、戻りつつあるかなっていうところでございます。下にブレイクが正解でした。私は上にブレイクと思ってたんで、ずっと構えていて、えー、ポジションを取り損ねたんですけども、あの、この、 ペナントですよね。ペナントを書いたのは良かったかな。ここまでは正解だったかな。そして、ブレイク狙いっていうところまでは正解だったかな。と、ただし、私は、買いでブレイクだと思ってたんで、そこが外れで、今回は正気を逃がしました。皆さんはいかがだったでしょうかあ、それでは失礼します。